ナイノアトンプソンチャールズナイノアトンプソンは、アメリカ合衆国の海洋冒険家、社会活動家、政治家である。現在、ポリネシア公開協会の会長職にあり、カメハメハスクールズの理事、ハワイ大学の評議員も務めている。妻はかつてモデル及びテレビキャスターとして、ハワイと日本で活躍したキャシー・ムネの、父マイロン・ピンキー・トンプソンとローラ・トンプソンの息子として、 ゴアフトホノールルに生まれた。父マイロンは著名な先住ハワイ人の文化活動家、社会活動家である。ナイノアは先住ハワイ人と白人の血を引いている。幼少時に日系ハワイ人の漁師川の吉尾から海についての基本的な知識を伝授される。高校時代には IQ テストでハワイ州で1位の成績を取ったほどの明晰な頭脳を持っていたが、 白人中心のハワイ社会のありように疑問を感じて中退。デューク・カハナモクが創設したカヌークラブフイナルで活動しているところを中国系ハワイ人の郷土史研究家ハーブカネにスカウトされ公開カヌー、ホクレアのタヒチ公開プロジェクトに関わる。1972年にブナホースクールを卒業。1976年、ホクレアのハワイタヒチ館往復公開に フクロクルーとして参加。オーロで広報士を務めたミクロネシア連邦のマウピアイルックの技術に感銘を受け、自らもリモートオセアに赤い域に伝わる推測広報の使い手として立つことを志す。1978年、ホクレアの遭難事故で、親友エディアイカを失った後、サイパンに飛んでマウピアイルックに弟子入りを直訴。許されて秘伝であった。 サタワル島式の推測広報術を伝授される。1980年、近代天文学とマウピアイルックから伝授された、サタワル島式の推測広報術を融合させた、独自の推測広報術によって、北レれアのハワイタヒチ間往復公開を成功させ、タヒチとハワイで一躍スーパーヒーローとなる。1985年から1987年に、 かけては、ハワイからアオタアロアまでを、ホクレアで往復し、古代ポリネシア人の意図的拡散説を実証する。この公開から、リモートオセアニア各地の若者をホクレアに乗せ、自らの推測広報術を伝授する活動を開始。1986年に、ハワイ大学から海洋学の学士号を取得した。1九十二年には、太平洋芸術祭に参加するため、北レアで、 ラトロンガ島まで往復。1995年には、自らの弟子たちが建造した6層の公開カヌーを集めてのマルケサス諸島、ハワイ間の集団航海を観光。1999年にはホクレアによってラパヌイまで到達し、推測広報術を用いたポリネシアントライアングル完全制覇を達成。2007年には、 死であるマウピアイルックの故郷サタワル島までホクレアを後悔させた。この際、弟で死であるブルース・ブランケンフェルド、ショーティー・バートルマン、チャド・ババヤーン、チャド・パイション、セサリオ・スウェラルーと共に、ポーの儀式を行い、正式なワリウング流の広報士となった。ホクレアが長期公開を行っていない時は、ホクレアを利用したハワイの子供たちの教育にも積極的に取り組み、 高い評価を得ている。ナイノアの広報技術の基本を示す。その輝かしい実績から、先住ハワイ人社会で最も影響力がある人物の一人と目されており、実際に先住ハワイ人の権利回復運動にも積極的に取り組んでいる。そういう意味で彼を単なる冒険家と見ることは適切ではない。彼は冒険家であると同時に、社会活動家、 社会運動家であり、議員活動こそ行っていないが、政治家でもある。ただ、彼が常に、自らのルーツの一つである、古代のポリネシア文化の継承と復興を強調しているにもかかわらず、彼の主たる関心は現在では、ハワイ社会における先住ハワイ人の地位向上、生活環境改善に向けられており、古代のポリネシア文化が実際にはいかなるもので、 あったかという事実の追求への興味を全く持っていない点が主に研究者からの批判の対象となっている。ありがとうございます。